お乗船中のお客様にご案内いたします。現在本館はスピードを相当遅くしておりますが、これは浦賀水道航路に入るための管制を海上保安庁の管道滝にあります東京オアシスから管制を受けているためであります。本館は間もなく舵を右に取り、左側約40度方向に見える黒色の大型タンカーの後ろに続き浦賀水道航路に入る予定です。スピードが上がるまでもうしばらくお待ちください。